ブレイキングダウン、1分で最強を決める、まさに電光石火の喧嘩バトル。たった1分、たった一発で人生を変えられるその戦い、今宵ブレイキングドリームを使うのは一体誰なのか。明るい未来が待ってる、そう信じて、自分を信じて、やってきたことを信じて、慶之助だけに集中します。両者ここは仕掛けるしかありません。ジョリー VS 慶之助、もう1分待っていました。右のローインロー、ちょっと効きましたかね。ECL 今シーズン慶之助30秒、残り耐えられるか。蹴り合った。ブレイキングダウン7のセガン、セミファイナル最後の1分間、まもなく終了の時を迎えるか。やった。ここで勝者ジョリーがキングオブアウトサイダー慶之助を打ち破っていきました。なんで俺がもらったの？いや、わかんないですよ。だってもらってないっすもんね。攻撃が。いい。ひっくり返すって言ったけど、まあ、視聴者の皆さんを、ジョリーが勝ったって思わすほどのことできなくて、そういうパフォーマンスできなくて、まずはごめんなさい。俺はこの勝ち、別に本当の意味で勝ったとは思ってないんで、記録上では勝ったけど、もっと格闘家として慶之助ぐらいって言ったらあれやけど、ちゃんと KO できるようにしないとダメだと思ってるので、次の戦い楽しみに。